こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。2024年1月31日のワルソネコニュースラジオになります。はいはい、今月最後の日やね。そうですね。このタイミングで3月の CWC 限定ブライスのイラストが発表になりました。はいはいはい。名前がコケットリュミエールということで。あ、じゃあこれ3月中に出るんやろ。はい、今回はまあ CWC 限定ですので、うん、もうあくまでなんかその受任分各店で買う形にはなるんですけど、あ、まあ、今のところはイラストだけですので詳細見ていきましょう。よろしくお願いします。というわけで2024年2体目のブライスになりますね。うん、ポケットリミエール一応 CWC 限定になりますので。あ、ということはまあ今年一番初めの CWC 限定はこれと。はい、まあ、去年は一番最初クインテセンシャルジャーニーだったので、はいはいはい、まあ、その限定スタートをやったんですけど、うん、今回は一応ゾーイがいますので。あ、いますね、ニョコちゃんが、うん、先にお店に来てから限定という流れになります。で、まあ、3月の何日かは多分最終試合の時に発表になるかなということになるんですけど、まあ、結構日にちがあるからね、いつ最終が出るかようわからんもんね。うん、ですね。まあ、2月の、まあ、終盤やろうなというのは思うんですけど、ひょっとしたらね、これの最初が出る前に次のデザインが出たりしてもおかしくないもん。うん、あ、そっか、その辺は前後しますからね。そうそうそう。で、まあ、メーカー希望小売価格が2万6000円税込みということで、まあ、CWC 限定やったらよくある価格かな、最近の ね、 うん、だから CWC 限定の時って服とかあの小物とか凝ってる場合も結構あるので、はい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 、今回もなんかその分なんかかさ増しかなということで、まあ、そういったとこちょっと仕様とか見ていきましょうか。はい、まずは本体仕様ですね。はい、本体の方もね結構特殊なことをいろいろしてるみたいなので、はい、見ていきます。まずフェイスタイプはラディエンスエボリューションで変わらず、うん、フェイスカラーはフェアということで、この手の服にしては色白じゃなくてフェアできたなっていう。そうやね、クリームとかその辺が来んかなと思ったら、うん、結構 ね、はっきりとした肌色が出てくんかね。うん、そうそう、なんかスノーとかが来てもおかしくなかったんですけど、うん、今回はまあ健康的なナチュラルスキンということで、はいはい、そしてヘアカラーですね、ピンクがかったブラウン来ました。これちょっと楽しみやね。はい、でまあ髪型は見ての通り前髪ありでかウェーブのあるロングということで、まあ、これは見慣れた感じやね。そうやね、もういつも通りですね。だけどそのピンクがかったブラウンって、はい、結構その何過去の分でいけば人気色というか、はい、そうなんですよね。だからピンクがかったブラウン組って、うん、毎回なんかこう最初のうちはそうでもなかったのがどんどん人気出てきて、はいはい、で出るたびになんかわって感じになんか人盛り上がりするというか、まあ出た時は何も言われんかったりもおったりとかおらんかったりとか、あ、それもあるんですけど、後になってから、ね、うん、可愛くなってきたとかいうわけのわからん値段の上がり方っていう、そういうのもいろいろありますね。でメイクですね、はい、今回アイシャドウとあとまぶた成形色なんですけど、ライトブラウンということで、はい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 、あとまつげもスペシャルになっています。はい、そしてリップなんですけど、はい、おそらくファイティミルクサランヘと同じような感じの、あ、ということはクリア、はい、あの内側がクリアチェリーピンク、はい、で外側に向かってライトピンクをぼかしたポッテリマスクということで、同じマスクかどうかは分からないんですけど、これでもマスクって書いとるもんね、前のサランヘの時のと同じマスク使うかな、あの表記の書き方としたらサランヘと同じかなと私は思ってるんですけど、うん、まあ、でもこれ用にまたなんか形変えてくるかもしれんしね。あ、実は別のとか、うん、そういうのは十分ありうるんで、これまでもぷっくりって言うたってぷっくりの種類めちゃめちゃあるやないですか。これもまたあれかな、ちょっと違うんが来るかもしれんし、サランヘと同じかもしれんし、まあね、そこはどうなるかっていうとこですね。でチークなんですけど、はい、発色の良いピンクはいいんですよ、はい、あの頬のやや上から塗りということで、そうですね、これね、このデザイン画の分でも見て分かる通り、はい、もうあの全然場所が違う。そう、もう目の真下からチーク始まってるんですね。真下かどうかっていうのはちょっとよく分からんけど、ね、一応このデザイン画を素直に見たら、はい、明らかに唇よりちょっと上になってもうとるよなっていう。だからいつもより高い位置からなんかこうチークの位置がスタートしてるなっていうのが見て取れます。そうそうそう、全体的にその広がってんのか、はい、そのチークの一番濃いところ自体が上に上がってんのかっていうのは、うん、この辺もまあ最終とか、はい、あとはこれ最終が出た頃にはお店に並んでると思うのよ、実店舗というか、うんうん、そこでやっぱ見てきた人の感想とか、あと何よジェニームーンがあげるやん、あ、はい、それもやっぱ見たいよね。そうですね、その辺も楽しみです。その時そのジェニームーンの人の頼みたいんが、はい、写真を真正面と、うん、ちょっと上からとちょっと下から、うん、あと真横からとか撮ってほしいね。あー、そしたらね、いろんな角度からというか見え方が変わってきたりするからね、なんか距離感がつかめるやん。あー、確かに、あー、真横から見たらこんなんかとか言って、うん、そうやね、いろいろ想像を働かして面白いから、決まった角度以外もお願いしますっていうところですね。 そしてアイカラーですね、すべてスペシャルになっています。正面グレー、左ライトブラウン、正面ライトブルー、これイラストのですね、うん、そして右ライトパープル、こちらもイラストのになりますね、はいはい、もう最近あれね、グレーがやっぱり増えてきたね。そうやね、なんか昔だったら黒くなりがちというか、あ、だからグレーがどのくらいの濃さかわからないんですけど、あ、でも今回ね、その、うん、アイシャドウとかライトブラウンやけど、まつげも一応スペシャルやん、はい、今回、はい、ブラックやけどスペシャルなんですよね。そうそうそう、
まあ、そういうのもあるから結構なんかあのスペシャル仕様が多めの、まあ限定やからそのぐらいしてくれんかったら値段高いんやからねっていうまあそれもありますけどね。でも案外スケ肌にならんかったね。あ、そこはね、スケ肌スケ肌で続かないというか、逆になんかあのゾーイがなんか普通のフェアで来て、でこっちがあのスケ肌になるんかなっていう感じやったんやけど、はいはい、逆になったねっていうところもあって、逆にゾーイにこの衣装着せてやりたいね。ああ、あの黄色い髪でこれか。そうそう、ちょっと見てみたい気はしますね。え、僕可愛いよ。うん、確かに、うん、そうやね、服交換とかは面白そうですね。ちょっとまた話が戻るんやけど、はい、あの髪型はまあこういう見慣れた感じのウェーブのこれやけど、はい、そのピンクかかったブラウンっていうのが、過去のドールで言えばね、そうですね、結構いるんですけど、でもなんかむちゃくちゃ多いわけじゃないやん。そうですね、幅が広いよ意外と、うん、多分ね一番最後はスポーティーラバーフィネスなんですよ。はいはい、あれね、うん、うん、でも多分ね、みんなの印象に残ってるのってかその子じゃないと思う。違うよ、うん、もっとアレグラシャンパンだったりとか、はいはい、うん、そういうところやと思うんですけど、あとはジェーン・レフロイに近いかどうかとか、あ、いろんな幅があるのよ。そうやね、ピンクベージュの中で振れ幅あるんですよ。そう、ハート・オブ・モンマルトルタイプとか、あ、だっけ、あれになったらカッパーというか、うん、まあ、それが分からんのよ、うん、そう、だから多分ねこれ来た時に一通りまた並べるとは思うんですけど、あとはあれ、あのフェアレスとのヴィンター・アルデンに近いかとか。ああ、そうですね、やっぱりヴィンター意識される方結構多いですもんね、うん、まあ、ミディだったらパーソンとかね。ああ、そうやね、パーソン・グレースね。そのそこまで、うん、そのピンク寄りかどうかも分からんし、ブラウンも、うん、その本当のブラウンなんか、うん、そのなんていうブラウンのアッシュもあるやん。あ、まあ確かにね、どのぐらいのブラウンか分からんし、今度ブラウンって言いながらカッパーかもしれんやん、うん、ああ、まあね、だからこの髪色ってまあ多少の振れ幅はあるしするので、はい、まあ、これまた発売が古い子ももう結構いるので、いますね、並べた時になんか色の変化とかがあったら申し訳ないんだけど、あとはなんか光沢具合とかね、うん、ちょっとね、その並べるのは楽しみにしとこうと思っているところですね。これこそほんまなんか見に行ける人は羨ましいね。あ、それ羨ましいですね、うん、あの子と近い感じでしたよっていうのがまた出てくるんやろなとは思ってます。では次衣装を見ていきます、はい、まずはワンピースですね、うん、今回これ多重構造というかそういう風に見えるんですけど、はいはいはい、フラワープリントとチュール&レースのワンピースっていう書き方になってますね。これで見たらチュール&レースとフラワーワンピースは別体ってことなの、それともくっついてんの？フラワープリントの上から重ねですよね。脱げないんかな、もう全部一体なんかな、多分一体やと思います。だってこのチュールとかやったらこれ2つになってるんやったらそれをなんかちゃんとアピールすると思うので、そうやね、うん、だから裾のところがレースで、はい、でそのフラワープリント上から重ねてるところがチュールでっていう感じだとは思うんですけど、下の方のレースとか段になってるもんね。そうですね、2段見えますもんね。あの胸元とかもすごいよな。そこ多分チュールで透かしてるのかな、首元のとこデコルテというか、そうそう、あのそうそう、あの首の下のところ、はいはいはい、うん、そこのところの透け感とか結構首上まで積んだ感じなんかな。あー、ちょっと縦襟風というかそんな風にしてるんかな。あとは胸元のところ花の飾りがあったりとか、これはあと右のイラストちょっと今見ようやけど、はい、別に手袋があるとかじゃないんやろ。ではないです ね、はいはい、あくまでワンピースだけで、なんかワンピースがでかすぎて、うん、手がちょっと見えないんよ。あー、そっかそっか、広がりが大きいとね、ちょっとレースの後ろに行ったからなんか手袋してるみたいに見えな。これはねブライス服あるあるなんですよね、まあまあまあ、ちょっとハイウエスト気味で広がったら手隠れるっていうのは、はい、そうそうそう、もうあるあるです。結構いろんな子に着せたら楽しいかもね。そうやね、あとはもうなんかこの手のなんかワンピースの子って過去にもおるから、うん、そういう子と交換してみるのもいいかもしれないし、これどのぐらいの薄いプリント具合か気になるんよ。 あんまりピンク濃すぎたらちょっとなと思うから、うん、そうやね、うん、どのぐらいの落ち着き感があるかとかそういうとこになりますよね。これピアスはないの？ピアスは今のところ記載がないですね。なんかこういうのなんかちっこい金とか銀のピアスつきそうなかったっけ。ああ、そうですね、僕はまだイラストの段階なのでか、ね、全部は書いていないかもっていうところですよね。そして日傘ですね、はいはい、こちらはレーシーな素材を使用ということで、あの今イラストでもそのボンネットのところが透けて見えてるのが分かると思うんですけど、まあ、基本レースの生地でやってて、はい、で縁がフリルでっていう感じですよね。まあ、この日傘に関してはオーレラアンフィトリテの時に型ができてますから、まあ、この前のまんまそのまま使うよね。ですね、その形だとは思います、うん、もうあとはねそのレースとかのなんかはみ出しというか、はい、そういうのでかどのぐらい大きさの感じが変わるかっていうところですもんね、うん、そしてボンネットですね、今回ボンネットついてるのが、ね、そこに傘があるもんで分からんよな、これボンネットやったんやって思ったんですけど、でも確かにお出かけする前のその右の軽装な感じ、うん、軽装じゃないんやけど、うん、ここでボンネットかぶったのはちゃうしなと思うし、そうやね、でボンネットつけてしまったらワンピースの中首元とか全部わからなってしまうから、そうそうそう、こうしてくれてるのは正解なんですよね、うん、
で今回ボンネットは麦わらをベースにしたボンネットということで、まあ、拡大してみたら確かになんか麦わらというかその茶系のところですね、はい、そこが麦わらでおそらくその上からレースとかを重ねてくれてるんやと思うんですけど、うん、でつば部分がっていうわけじゃなくて、うん、全体なんかな、どうでしょう、 たまにあるやん、ね、つばんとこだけ、うん、そういうのもある、何カチューシャ状になっとる麦わらの分で作ったりとか、ああありますよね、うん、なんか正面からだけではなんかこう伺い知れない部分がいっぱいあって、でも正面から見ても右と左リボンがあって、うん、なんかこうついてるなっていうのが、そうやね、花のモチーフがついてるっぽいの、花なんかな、なんかくるんでんのかな、もうわからんよ、うん、そうですね、その辺もあのリボンと花やろうね、リボンと花だろうなと私は思ったんですけど、これサイドから見た時にその後ろ側のところもまだ麦わらが続いててその上にもまだ何かあるとか、はい、そういう可能性もあるので、これは別角度が楽しみやなと思ってます。昔あった、うん、まあ、昔でもないけどクレアとかプレーリーポージーの、まあ、2種類というか2択になるやん、ボンネットで言えば他にもあるんやけど、ままあ、どっちのタイプなんやろな、どうなんでしょうね、だからあのプレーリーポージーになったらちょっとあのカントリースタイルとかになるから、コケットとはまた違うじゃないですか、どっちやろね、できればクレアっぽいやつが、クレアっぽいやつやったらな、結構後ろまであるじゃないですか、そうなんよ、だから頭の上だけに乗ってる感じの、だからこのなんか見えてる部分の後ろが、うん、案外短いやつとかもあるんですよ、あそうなんや、うん、だから後ろから見たらもうなんか髪が結構広い範囲見えるから、そうや、ね、後ろ編んだりとかしてもなんか見えるタイプのやつあるから、それどっちかなっていうのは気になってる、ちょせめて横からのも今後ちょっと欲しいよなこんな感じみたいな、そうですね、欲しくなりますね、うん、だから麦わらっていうだけあってから、ね、なんか布と比べたら硬くなりから、はいはいはい、そこら辺はねいろいろ考慮があると思うんですよ、ちょっとそこを見たいなとは思いますね。で次足元いきますか、はい、今回靴下はチュールソックスになっています。この見た感じちょっと折り返しがあるのかな、なんか ね, ねそこのところレースとかになってるかもしれないということ で, で靴の方がちょっと分厚いソールに見えるんやけど、はい、ソールの厚いストラップシューズということで、これまでにもロリータ服の時によくついてきた形かなとは思いますね。確かに結構厚底という言葉ちょっと、まあ、最近めったないんやけど、うん、ちょっとまあソールが分厚めで、あの足首のところでホールドされるやつやね、そうやね、ウェッジソールのタイプやと思うんです。で、まあ、この足首のところ入ってたら、はい、あの冬場だけはなんかあんまり力むちゃくちゃかけんように気をつけてほしいなっていうところはあるんやけど、まあ、足首部分が硬くなるからね、うん、まあそれはあるんですけど、これのおかげで外でなくなりにくいっていう、そう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 、そこのありがたさはすごくあります、うん、ちょっとねあの靴底があるからこけやすいはこけやすいよ、ちょっと足ぐねりやすいというか、うん、でもね背高くなったりとかねスタイルは良くなるんでね、うん、これはそのための選択かなとは思いますね。あとスタンドなんやけど、うん、これインするタイプがついてほしいよ。あ確かにこれだけ広がるんやったら、そうそうそう、あの脇で支えてあのスカートのなんか広がり止めてしもたらもったいないですからね。そっか、中のやつ着てくれたらいいですね。これはまだ何も書かれてないから希望ですけどね、まあこんな感じで一通り見てきたんですけど、うん、今回コケットリュミエールフランス語なんですね。そうやね、リュミエールに関しては、うん、あのリュミエール兄弟っていうのがあって映画の分で、はい、はいはい、うん、それがあってそれがもともと光っていう意味があるから、うん、そうやね、光とかライトとかの意味、うん、コケットに関してはこれはあれやろ、いろんな意味があるんやけど、うん、多分可愛らしいとかおしゃまなっていうのが一番日本語で近いかもな。あー分からん、なんか気を引く魅力的なとか、あそうそうそう、そんな感じ、そういう感じのところなんだ、うん、あの意識してね、うん、そうそう、だからコケットって私ね、あのポップミュージックの昔の曲でコケットってあったんですよ、フレンチボーカー。わかりますわかります、うん、あれ好きやったから、うん、なんか あれベルちゃんで可愛かったよなとか、あれ、 あれがコケットかって言われたらちょっと分かる、うん、でもなんとなく分かるっていうのが、まあね、あの子は白いワンピースやったなと思ったんですけど、はいはいはい、まあまあこんな感じでか、ロリータの服で、まあ、とにかく可愛らしくてか目を引く感じですよっていうのは、うん、これがロリータかって言うと分からんな、うん、まあね、ロリータいろいろあるからね、パターンがね、そう、あまりにも種類があるからね、そうそうそう、だから今回のこれはまあとにかくレースがなんかとにかく重ねてあってっていうところにはなるんですけど、うん、まあ、結構好きな人にはすごい好きな服装やろね。そうやね、あとはなんか文章の中にレディーって書いてるから、うん、あそうなん、うん、あのコケットリュミエールはレーシーなファッションを着こなしているレディーっていう書き方をしてたりするので、あーそうかっていう、そういうのも思ったりしたんやけど、本人の思い込みでは、あでもレディーになろうと思って努力してる子やったらそれはそれでいいと思うよ。それは頑張ってほしいね、うん、ところでポエムというか今回それは、あ読みましょうか、はい、はい、今日は太陽が輝いてとても気持ちがいいから庭に出てみました。あたまには出た方がいいよこういう人はこういう人はって言うたよ、あのこういう服着る人ってやっぱり見てもらうというか、うん、そうやね、家の中だけでのファッションショーではもったいないよ、うんうん、お花は満開で雲一つない透明な青い空が広がっています、うん、パラソルを差してお散歩していたら
優しい風が私の方にそっとキスしてくれました。空気までロマンチックに感じられる素敵な日。ちょっとまあ日暮れてから行こうか。ちょっと冷たい風に当たった方が、まあ、いやいや、まあ、でも3月まだ冷たいからね。まあね、今日お花が満開で、うん、で雲一つない空で、はい、もうちょっと春めいてきとるやないですか。なるほど、うん、そういうところもまあ3月に出る子やから、うん、ちょうどいいかなっていう、まあ、近所だったらちょっと何を X とか見たらこの人投稿するタイプの人やから、うん、それ見てからちょっとずらそうって言うて俺は違うとこ行きます。まあね、だからあの、まあ、でもこういう服着てお花見来とる人おるよ、うん、集団で。まあおるよ、だって何ロリータで花見とか来ても見たことあるもん、うん、だからまあなんとなくそのフランス語で書いとるところも込みでかい、その、うん、まあその家の感じとか、はいはいはい、うん、ほんで庭がある家で、うん、ほんで花がいっぱい咲いてて、なるほど、まあ、情景としては綺麗ですよね、すごく。確かにフランスの人なんか ね田舎町的な感じ、まあ、庭のある一軒家ですもん ね、 ね、多分ね。そっか、うん、庭に出て花が満開や言うたら、うん、1個2個咲いとんは満開って言わんもんな。あ、でも満開って言うか、それも、ね、だからなんかこうパリの街角じゃないじゃないですか。あ、そうや、ね、もうちょっとなんか田舎の方の、まあ、一軒家で、はい、それでもう庭もなんか手入れされてかいっぱい花植えててっていう感じでしょ。郊外の金持ちかな。あー、なるほど、それは可能なあ、うん、でなんかこんな服買えんよな。まあね、そんで日傘さしてね、はあ、優雅なもんじゃな、うん、こっちはもうあれやで、うん、あのエコバッグ両手に担いで炭酸安かったわとかベーコンコーターとか言いながら、いや、あの今日は1000円買ったら卵1個安いよとか、ごめん、完全になんかあの住む世界が違う、おっちゃんとおばちゃんの会話をしてしまったね、うん、まあまあそれは置いとこかと、うんうん、まあなんせね、このなんかレース重ねてるって言うと私どうしてもベロニカレースを思い出したりはするんだけど、はい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 、あの時はなんかあのレースのなんか上があって下になんか透けないためのインナーがあったりとかしてたんやけど、うんね、今回はなんか一つのワンピースかっていうのもあるし、そうやな、うん、でまあ、ボンネットと か、 なんか日傘と か、 なんかもうちょっといろんな角度で見たいとか、 なんか詰まってはいるんですけど、これ最終多分2月後半ですよね。そうです ね、 ね、今回多分これまあジュニームとかでは展示はあると思うんですけど、うん、あの世界に一つだけのブライス展に発売前に合うんかな。発売はあまりだって世界に一つだけって3月の27やから。あ、そっか、例年とは2月やけど、ギリギリやけん。そうやね、だからその期間中に発売かもしれないし、一週前に出てるかもしれんしぐらいか、うん、そうそうそう、そかそか、だからまあこの何会場でも販売あるんじゃん、大阪。あ、それはあるでしょう ね、 ね、展示もあるやろうし、だから発売がそれと同じ日かはちょっと微妙や ね、 ね、あ、それやったら多分ジュニームで見る方が先になるか。そうそうそう、サンプル展示がね、うん、そっかそっか、その辺の時系列がね、うん、今まだなんかこの世界に一つだけのブライス展、あのニュースとしてはあの公式には上がってきてないから。あ、そうや、今日見た時も載ってなかったわ。そうやね、そっか、3月の末やからまだ上がってないんか。これなんかあの H2O サンタかなんかのとこ行ったら、うん、まとめて、そうやね、スケジュールとして上がってますからね。あるあるある、だからもうあるのはもう決まってるから、うん、まあ、その辺ももう出てからか出る時かぐらいの感じやと、まあ、イベント案内で例えば何か過去のドール売りますとかもあると思うし、うんうん、やっぱあるんちゃうかな、いろいろ。そうやね、うん、まあ、ここからもなんかイベントもあるし、こうやって新商品も続けて出てくれてるしで、うん、いろいろ楽しみなものも多いなっていうのは。そうやね、ありがたいですね。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。